TBF, TBF TB アベンジャー、グラマン TBF アベンジャーは第二次世界大戦におけるアメリカ海軍の主力来撃機。愛称のアベンジャー、アベンジャーは日本語に直訳すると復讐者、報復者となる。また、発音についてはアベンジャーとも表記することがある。アメリカ海軍とアメリカ海兵隊で運用が開始され、1942年の ミッドウェイ海戦をウイにイギリス海軍など他国でも運用された。日本海軍でいう観光にあたる。ただし、日本での観光は流星を除き急降下爆撃ができないが、TBF には急降下爆撃可能な種類もあった。生産の途中から TBF はグラマン社に代わってゼネラルモーターズ、GM 社が量産するようになり、 ゼネラルモーターズ社で生産された機体は TBM の正式番号が付けられた。そのため TEB 回 TBM とも表記する。航空来撃において、魚雷の命中率を高めるためには、来撃機は海面すれすれを飛び、目標艦船に低空でギリギリまで近づくことが必要で、故に激しい対空砲火と敵型の直遠戦闘機の 攻撃に去られるという性格を持っていた。このため、雷撃機の開発においては、高い飛行安定性と防弾性、そして敵の直縁戦闘機に対する対空攻撃力が追求された。さらに当時の米海軍は、主力雷撃機として採用されていた、ダグラス TBD デバステーターの最大の欠点である、航続距離が短すぎて、戦闘機や急降下爆撃機と連携できないという、 慢性的な問題を得ていた。TBF はこの問題を解消するため、内部燃料タンクを大型化した。さらに魚雷を機内兵倉庫に収める格納型の装備方式を取ったため、単発エンジンの艦載機としては非常に大型の機体となった。また、操縦席後方の背面機銃は、全周旋回可能な重等式で、機体画面にも引き込み式に機銃が装備されており、機内には、 服装の機械があるという、総発大型陸上爆撃機に似た色な構造を持ってた。t b f は、雷撃機として、当時の世界水準を超えた高性能を持ち、日本海軍の零式艦上戦闘機によって、海戦初期大損害を出したダグラス TBD レバステーターを引き継いだ。零戦が、アメリカ海軍の新鋭戦闘機械6回。 ヘルキャットによって劣勢に追い込まれた1943年以降活躍し、戦艦、山と武蔵や空母、随格を撃沈するなど、日本艦隊に甚大な損害を与えた。t b f は第二次世界大戦に参加した大撃機で最も重いエンジンを搭載し、航空母艦で収容スペースを確保するため翼折り、構造を最初に採用した航空機でもあり、 これは、ドーグラマン社の F6 回、ヘルキャットでも採用された。1900馬力のライト R-2600 から、20サイクロン14を使用し、掃除士、無線士、そして、砲塔射撃手の3名の乗員が登場した。12.7mm 重機関銃は左右の、翼内に収められ、もう一つの 12.7mm 重機関銃は、後部に、 電気駆動砲塔に備え付けられた。無線紙は爆撃紙を兼ねており、五カ砲より敵戦闘機の攻撃を受けた際には、起伏部に設置された 7.62mm 機関銃を操作するいても兼ねていた。通信機は、洋上での長距離通信を考慮した、大出力のものであったため非常に大型で、パイロットの背部の大部分を占有していた。なお、 現存の TBF はほとんど通信機をより小型のものに交換しており、空いたパイロットの配部スペースには同乗者用の予備座席が設置してあるものが多い。TBF は機体下面に大型の爆弾層を持ち、1本のブリスレー・ビィット MK13 魚雷、または2000ポンド9 0 7キログラム爆弾1発か500ポンド2 2 7キログラム爆弾4発を搭載できた。 しかし、魚雷はミッドウェイ海戦後に改善を指示され、あとの1944年6月まで使用されなかった。それまでの間、TBF は主に陸地に対する爆撃に使用された。武骨な外観と高い安定性を持ち、パイロットは TBF を指して頑丈なトラックのようだと声を揃えた。3万フィート1万メートルの高度で完全に武装した状態でも1000マイル。 1600km の航続距離があり、アメリカの来撃機の中では群を抜いた。それらは唯一の対抗機の97式、艦上攻撃機よりも優れていた。電子産業や MIT の技術者は新型レーダーの改善を行ったが、1943年の真空管を使ったレーダーは非常に大きいために、 小型の戦闘機には搭載できず、TBF にレーダーを搭載して、ASW、対戦召喚、ATI、サブマリンウォーフェアや EU、早期空中警戒、r ーリーエアーウォーニングなどの任務にも従事させた。TBD デバステーター主力来撃機は1935年に登場したものの、1939年に、日本で97式艦上攻撃機の3号、十二型、 が正式化されると時代遅れとなってしまった。アメリカ海軍は TBD に代わる次期主力来撃機の開発をグランマン社に依頼した。リロイ・グラマンが設計を担当し、最初の XTB-1 と呼ばれる試作機が完成した。1941年8月7日に初飛行し、2機の試作機のうち1機はニューヨークのブレントウッドで墜落してしまったが、 生産は続けられた。1941年12月7日の午後、グラマン社は新しく完成した工場の式典で TBF のお披露目を行った。皮肉にもその日は日本海軍が真珠湾攻撃を行った日でもあった。式典の後、工場は直ちに生産に向けて動き出し、1942年の6月、ミッドウェイ海戦までに100機が完成した。なお、 復讐者を意味するアベンジャーとは、この式典で名付けられたと言われているが、発表されたのが式典であるというだけで、実際に公式の愛称としてアベンジャーと名付けられたのは1941年10月である。ミッドウェイ海戦までに空母への搭載は間に合わなかったが、ホーネット CV-8 へ搭載する予定であった6機の TV 界 -1 を第8雷撃隊。 VT-8 の分隊として、ミッドウェー諸島に送られ、同海戦に参加した。ほとんどのパイロットは、経験が浅いこともあって、大きな損害と犠牲者を出してしまい、6機のうち、生き残ったのは1機であった。なお、ミッドウェー海戦では、空母3隻に搭載された TBD の来撃隊が、多数の犠牲を出し、TBD の低速と防御力不足に起因して、ある隊では1名、 常時外商用を残して全滅してしまった。皮肉にも TBF がハーエに到着する数時間前に、空母は新珠湾を出港していた。次の航空船を交えた第二次ソロモン海戦にも24機の TBF が参加し、7機を犠牲にしながらも、日本海軍の空母流場の撃沈に関与した。しかし、この海戦までにアメリカ海軍で使用していた魚雷は、誤作動を起こすことが多く、 それらは命中の有無にかかわらず爆発しなかった。ゴードン・ウィリアム・プランゲ教授、総司令部の構成員は、次期爆発装置の不発問題を言及した。1942年11月、第三次ソロモン海戦において、海兵隊の TBF と共同で、戦艦ヒエを攻撃して、航行不能させ、自沈に追い込んだ。これが、TBF の最初の戦果となった。 日本海軍の航空機が250機以上撃墜されたマリアナ沖海戦ではマーク・ミッチャー提督の指揮下で220機が作敵機として日本艦隊の捜索を命じられた300回り以上の距離がありながらも海6回戦闘機 SB2C 爆撃機そしてアベンジャーの攻撃隊を差し向け空母ベロウッドから発進したアベンジャーが空母費用の撃沈に貢献し 同海戦における数少ない戦果となった。ミッチャーが期待したほどの戦果を上げずに犠牲も出したが、彼のギャンブルは許容範囲内で成功した。従来まで、雷撃機は水上艦を魚雷で攻撃する役割であったが、アベンジャーは1998年に発見された E-52 を含む約30隻の潜水艦を撃沈した。そして、 大西洋でも太平洋でもアベンジャーは効率的な潜水艦キラーの一つであった。空母や護衛空母に搭載、運用され、輸送船団の上空で警戒を行い、ドイツ海軍 U ボートの攻撃から連合軍の船団を守った。TBF の後継機であった爆撃、大撃兼用艦上攻撃機、ダグラス A-1 スカイレーダーの配備が第二次世界大戦に間に合わず、 TBF の大規模な部隊配備が戦争中盤以降であったこともあり、同期は終戦まで第一戦で活躍した。終戦後、戦時中、天山に乗っていたパイロットが操縦したところ、その鈍重さに驚いたという逸話がある。1942年のミッドウェイ海戦から間もなく、半分のスペースが専用の内部、浴内燃料タンクに割り当てられ、航続距離が倍になった。 tbf-1c の生産が開始された。1943年までに、グラマン社では、海位6回の生産が優先されたため、tbf の生産は滞り始め、代わって、ジェネラルモーターズ社のイースタンエアクラフト部門、イースタンエアクラフトディビジアンが生産を引き継ぎ、同社で生産された機体は、tbm と呼ぶ。1944年の中頃、主翼下に、増装や、 小型爆弾、ロケット弾を搭載できるハードポイントの追加とより強力なエンジンを搭載した TBM-3 が完成し、約4600機生産されたが、終戦の1945年まで実戦で戦っていたのは TB 界 -1 の割合の方が多かった。TBM-4 は、急降下爆撃兼用で2141機が発注され、 1945年8月より TBM-3E に代わって生産開始の予定であったが日本の配線によってキャンセルされた。派生型として重刀を撤去して対戦任務専用とした S 型、S 型とペアを組んで運用される索的レーダー搭載型の -W 型、電子専用装備を搭載した E、Q 型。 機銃等と腹部機銃を撤去して、兵倉庫を貨物庫に改装し、並列複座の座席を3席設けて、合計6名を搭乗させられるようにした、艦上輸送機のマイナス R 型なども開発された。また、環状空中級油機としても、各種のテストに使用されている。ターポン、ターポンの名称で、イギリス海軍艦隊航空隊でも使用された。 初期型の TBF-1402 機がアベンジャー MKI と呼ばれ、334機の TBM-1 をアベンジャー MKE、同じく334機の TBM-3 を MKEE、戦争終結後にイギリス海軍で対戦任務に従事し続けたものをアベンジャー AS、MK4 とした。なお、イギリス海軍は後に、 オランダ海軍に20機の ASM-4 を引き渡したが、この中の6機は、その後ブラジル海軍が購入している。第二次世界大戦中にアメリカとイギリス以外で本機を保有したのはニュージーランドで、2形式48機が供与されていた。大戦後は、アメリカ海軍の余剰機が大量に各国に供与された。供与された国は前日のイギリスのほか、ウルグアイ、カナダ、フランス、 オランダである。1954年昭和29年7月1日に発足した海上自衛隊に対して MSA 協定に基づき米軍から航空機が供与されることとなった。同年12月に最初の実用機として索的型の TBM-3W が10機供与された。1955年昭和30年11月には 攻撃型の TBM-3S の供与が始まり1956年昭和31年2月までに計10機を受領し10組の対戦チームの編成が可能となった。しかし機体が鈍重であることとすでに老朽化していたため本格的な短期任務完結型の対戦唱会機が導入されるの間主に訓練用として運用された。 TBM-3S は1959年、昭和34年6月に、TBM-3W は1961年、昭和36年8月に、全機除籍。大量生産された TBM は大戦後民間向けに多数が払い下げられ、大型の機体を生かして、輸送機や遊覧用の旅客機として使用され、撮影機材を搭載した。 航空機空撮用の撮影機としても長らく使用され、大きな並走搭載量を転用し、水槽と放水装置を搭載して、空中消火器に改造された機体も、多数うううあり、1990年代まで現役で使用された機体も存在していた。現役時のまま飛行可能な状態を保って保存されている機体が30機ほどあり、航空ショーやヒストリカルイベントなどで今も、 王子の姿を見ることができる。詳細はを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。